いや、いろいろ、桜大戦とかもね、積んでたことを思い出したんですけど、じゃあもう一本だけ撮ろうかなと。面白いんだよ。やべえな。あ、過ぎましたか。リホッチ、LF 増えたな。OK。おやすみなさい。おやすみから始まる。うん。愛ちゃんかな。うん。あ、なんもね。ラブリー先輩ですわ。マジかですって言われてもいけないんですよね。これ結構重要なんじゃね。ダイナミック。なんかでっかいやつ。話をしよう。話をしよう。屋上編。校庭編。これ今、あれですか？もうちょっとなんか、でっかくした方がいいのかな？ん？選択できません。あ、これ、あれか。びっくりマークがあんな、こう点滅してるやつはいけるよっていう。話すか。行くか。ちなみに周りは？あ、これか。2個いけんだね。とりあえずじゃあ1回話してみましょうか。お願いします。あ、どうもっす。おはようございます。今日もご機嫌うるわしゅ。ねね、今時間ある？は、少しお話ししようよ。あ、ラブリー先輩の方から来た。今はちょっと、そんなわけあるかい。さすがね。ありがとう。可愛すぎる。行きましょうか。バッテンついておりますけど、あれは、ちょっと待って、色この辺微妙だな。エッチ、これ多分これかな。ですよね。おしゃれさんですもんね、先輩ったら。私服か。あ、すげえ気になる。そうね、なんかすごい高そうな服着てそう。ズボンを履くことが多いかな。あ、ズボン、おう。うん、この時期はスカートだとちょっと寒くてね。さすがにね、うん、女子高生ってすごいよね。たまにスカートの下にジャージ履いてんのもいるけど、みんな気合で、うん、拝ませていただいてます。いつもありがとう。いや、別に見てねえけど。はいになった。ちょっと待って、ちょっと待って、これはまさかありなのか。ありなのか。これはこれまだいけないのか、アタックというのは。あった。いや、ちょ、ストレートすぎる。ノーパン健康法？あ、かわいい。やべ、これスクショ撮りてー。体に冷やしてバカ。でもそれじゃお腹が冷えちゃいそうじゃない？あー、腹巻きですね。なかなか試すには勇気がいるわね。確かし、ちょっとん？さっきからあ、チャックだ、これ。なんていうか、恥ずかしい話ばかりはダメなんだよ、もう。あれ、じゃあね。え、言ってしまわれた。恥ずかしい話を振りすぎちゃ、俺1回しかダメですかね。実行されました。難しいですね、なかなか。よかったのかな、あれで。これはいけないのか。できませんと。うん。これが2と3なんで、用具室の、これか、これなんかずっと気になってたんだけど、こっち行きますか、じゃあ。行くぜ。うん。空いてるじゃないか。
ほこりがリホコに見える。病気。リホコの匂い。この独特のリホコ。いや、ね。それはでもわかりますね。マットとかちょっとほこりかぶってっとね、なんか匂いがね。うん、俺も嫌いではなかったです。飛び箱がね、本当に飛べんこでね、僕がね。僕が。何段とかだったかな、俺。全然飛べねえんだよな。7段とか絶対無理だったような気がする。6段までは。あれ？あっ。なぜここに？こんなところで何してるの？どうっす。これはちょっと、なんだこのエロゲ展開は。次の体育ってわけじゃないよね。それは？選択肢かな。む、すごい。私もそうなの。おお、気が合いますね。私も特に用がないの。またこのパターンだ。用なかったっすか。不思議なんだけど、なぜか用具室とか変な場所に来ちゃうのよね。空いてるとついつい。で、こうして来てみると、突然、あれ、私はここに何しに来たんだっけってなってさ。なるほど。いろいろ考えてみるんだけど、やっぱり特に理由はなくて、ちょっと自信がなくなって、そんなわけないでしょって自分に突っ込み入れつつ自分を励まして、そしたら君がいて、別に用事はないって言ってくれたの。本当にすごいわ。運命ですな、これは。君のおかげでちょっと安心できたわ。ありがとう。いえいえ、こちらこそ。私も嬉しいし、君も嬉しくて、いいことずくめだね。うむ。よかったよかった。あ、お尻がセクシー。またね。あ、すいません。いかんいかん。行ってしまわれた。いや、だいぶ面白いと思うけど、あの先輩。イエーイ。あ、新しいの出ました。話すやつね、なんかあんすかね。期限が切れる前に、とりあえずこっち行っとくって。これで成功するとこれに行けるようになるとかなのかな。わかんねえ。とりあえず行くぞ。ちょっとあれか。一旦じゃちょっと、ちょっと説明書見てみます。全然見なかったんだけど。今ちょっとあの説明書見てたんですけど、とりあえずあの、好感度ゲージを貯めろと言われました。 あとはあの限定版なのかな、予約特典だかのテレカとポストカード全キャラ分入ってました。なんかどうしようかな、どっかの動画に載せます。の行きますか、とりあえず。いやモテるでしょ。いやまあね、すごい親しいっていうか近いね、身内とかだとあんまりね、ましてや妹だからな。えいや！あ、ブルッときた。にしししし、大成功！かわいいやないけ。大丈夫？ここはミヤのクラスの目の前だよ。グヘー。何してるの？ミヤに用事？かわいいやんな。あ、そうだお兄ちゃん、今日の晩ご飯何が食べたい？お、作ってくれんのか。ねえ、しー、今日は調理実習で覚えたびっくり肉じゃがを作るんだ。お、肉じゃがええな。びっくり。びっくりするほど美味しいの。マジか。かわいいやん。ついでだから今日はミヤが全部作るよ。
他に何か食べたければ今のうちだよ。こんな妹おらんわ。ほらほら遠慮しないで。カレーだなここはな。それはお惣菜じゃん。他には？うん、くっ。それもお惣菜。お兄ちゃん、ミヤの料理食べたくないの？それは？おい、ま、そんなこと言うなって、せっかく作ってくれるっつって。何よそれ、バカニーニ。そんなことないもん。あらららずいぶん賑やかね。ラブリー。あ、どうも。こんにちは、ミヤちゃん。ちは、三河屋さんだ。すごく楽しそうだったけど、何の話をしていたの？え、そうなの？うん。ダメよ、ミヤちゃんだって一生懸命やってるんだからね。せやで。うるさい。あ、わお、何よ、ちょっと胸が大きいからって利益にならない。あ、BGM が。いや、ミヤちゃん、いや、ちょうどいいですよ。うるさいバカニーニ、デレデレしちゃって。あら、祭り。そっか、なるほどなるほど、ライバル視してたんですな。もう知らない、ムッツリーニだわ。うん、嵐のような。びっくりした。ラブリー先輩。うん、私こそ失敗しちゃった。む、それにしても、うん、かわいいわ、本当に猫ちゃんみたい。お、好感度上がっておりますな。君はいい妹さんを持ったわね、羨ましいな。男ばっかつってたもんね。いや、だから結婚するとですね、やばい、怖いお兄さんたちが漏れなくついてくる。あら、退屈しないで済むんじゃない？うん、こんなでも仲いい兄弟もなかなかいねえけどな。いつかミヤちゃんと仲良くなれるような作戦を考えてみようかな。うむ、出会いがちょっと失敗っぽいから。難しいっすよね。あれ、何かまずかったかな。うん、なんで俺？そっかそっか、本当に仲いいんだね。それじゃあ今後ともよろしくね。お、に、年上にお兄ちゃんと喜ぶ、ん、か、もうダメだ、俺がもうダメ。年上にお兄ちゃんと呼ばれる喜び、いいですね。ありあり、バイバイ。相変わらずお尻がセクシーです。うん、いいね、すっげーわかるそれ。仲良くなってほしいですね早く。ててん、放課後にやりました。ぴょんぴょんしてる。放課後イベント、あ、どっちも、うん、誰かを待っているようだ。あれじゃね、先輩なんだっけ、塚原先輩、響ちゃん、うん、屋上行くか。これちょっとリベンジか、ちょっと好感度をマックスにしたいんですけどね。
ててん。今は大丈夫かな。あら、どうして？あ、よかったですよ。ありがとう。でも今はホッピーよりも何かお話ししてほしいな。かわいい。うん、これはどうすればいいんだ。これはもうやったから、これちょっとジャブでいくか。あ、くえ、ああ、そうなんだ。車線、ごめんなさい。あ、みんな下がりよる、下がりよる。うん、なるほど、これか。あ、っていうかやったのあれか、2回やっちゃったのか、これ。そりゃダメだわ。うん、小さい頃っていつくらい。うん、あんまり。お母さんから聞いたのは、いつも泥だらけで遊んでたってことくらい。活発だったんですね。女の子らしくないね。いやいや。おう、はい、になったぜ。これはいつになったらこれがいけるようになるんですかね。青いやつがついてる。青いやつ、これか。あ、バカ。え、これじゃないの。くそ。ん？やっちまったぜ。ん？ああ。また落ちた。これ世間話ループなんだが。難しいな。一生世間話してる。うん。お気に入りか。はい、テラスとか噴水のそばが好きかな。おう、いいっすな。あとはプールね。プールは最高。うん、水着の女の子を見るのよ。おお、そっちもいける口ですか。上に上がり、あ、あ、これか。いけんのか。ダメだった。はい、はい、はテンションが高いということだろう。これとかどうですか。あ、来てる。マジか。これ大丈夫なのか、これ。どうしたの。あら、パイが。わからない、取ってくれない。近いぜ。ほう、取るだけであれだな、一仕事だな。ありがとう。え、む、変なの。なんか減った。あ、いけない、もうこんな時間。あららら、アタックいけなかったな。あれ埋めないとダメなのかな。もう残念、もう少しお話ししたかったかも。次でちょっと行きたいですね。うん、でも帰らないといけないし、また今度だね。はい、だと下が通りやすくなるのかな、わかんないけど。それじゃね。あ、お疲れ様です、ありがとうございました。難しいっすね、なかなか。お、なんもなかった。ラブリー先輩、今一歩だな。うん、日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。せやな、頑張ってね、ニーニー。いい子や、ありがとうございます。うん、今日はビーバーは見ないんだな。
じゃあ一旦セーブしますか。そうだ、アタック行きたいっすね。